さあやっていきましょうか。バンジョーが強い舞台冒険。相変わらずカメラ操作になれないですよ。右に来た時は右なんだね。だからここが俺もなんか上下左右が、その上下は反転してるけど左右は反転していないというこう難しさね。なんかあぶねえ。そうだそうだ、仕込まれてたんだ、忘れてた。はい、もうパートが何本か分かりませんが、とりあえず前回こうやって、お鍋ちゃーん、あ、ちょ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 、飛び越えてる飛び越えてる、よし、オッケー、ヒュッ、あばば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 ばで、ね、その前に、うプリオあ、ブル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 、ちょ、あ、でね、なんかね、ちょっと音声と、その、このゲームの音楽の方のバランスが、なんか、あ、危ない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 、驚くところだった。そう、難しくって、こう結構ね、大きな声で喋って、踊って、ダンスしてるんですけど、踊るもダンスも一緒だっちゅうの。うん。で頑張ってるんですけど、ちょっとね、音声の方がどうしてもちょっと、あの、すっごいんだバカ野郎っていうね、声をね、たくさんいただいているんですが、そこに関してはすいません、ちょっと頑張ってるんですけど、どうにもならないので、とりあえずテンション高めでやっていくことだけはお届けしていきたいなというふうに思っておりますんで、そこの辺ご容赦いただけたらと思います。で、え、お、え、お、え、ね、今回は、まあ、フローズンズンしたいところではあるんですが、まあ、まずその前にね、いろいろとね、仕込んでおかなきゃいけないこととかもあったりもするんで、やっぱりね、こう、あの、ステージがムーズか、危ない危ない危ない、どこ行く、あ、ちょ待って、コントローラーが全然言うこと聞かない、なぜだ、コントローラーが言うこと聞かない現象はもう、あの、PC だけで十分でございます。わしはそんなにデブ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 、バンジョーはデブ、もそれは間違いない。うん、一体何を基準にそんなことをおっしゃってるのかっていうのが私にとってはまずあっぱりわからないんです。こいつ滑るしさ、でカズイだったら全然滑らないけど、やっぱ毛皮があるかないかの違いなんだろうなっていう、そんな気はするんですけど、であそこに関しては今ね、あのご指摘のあった通りですね、あの魔女のご指摘があった通りで、ちょっとバンジョーがおデブすぎるっていう現象があるので、まあ入ることができないんですよね。まあカズイ単体だったらもしかしたら入ることができたかもしれないですけど、もうほんと結構シビアだよね。うん、やっぱレア車ってこう全体的にさ、あのこの次回作も特にそうだ、危ないです。次回作もそうだし、それからなんだっけ、ドンキーコング64ね、あれね、未成年の時は結局全部クリアすることができなかったんですよ。ジグソーじゃないや、ゴールデンバナーナ、おーバナーナ、おう、250個じゃない、200、鬼か、201本全部集めることはできないまんま、成人を迎えて大学生になって熱いの痛いの、うん、全部ね、クリアすることができたっていうくらいね、非常に難しい作品だったんでね。うん、まあ少なからずね、レア社はこう幼心にね、たくさんの子供たちにトラウマを植え付けまくったというね、もう戦犯をお持ちではないかなと思うんですけど、あ、ちょ、パンチしない、パンチしない、あー、こいつ、まあ、あれで鳥の餌だからね、トンボなんて、うん、昔いたな、そういえば小学校2年生だったかなの時に、その小学校のプールを掃除する前に、当然そのね、まあ、汚れに汚れてるから、まあ、ヤゴとかがね、住み着いてるわけですよ、トンボが卵を植え付けて。で、そのヤゴを捕まえたら、なんか一人一匹持って帰っていいよみたいな、プラスチックカップの中にその枝とかね、そのプールの水とかを入れてヤゴ持って帰るみたいになって、で大抵の子はね、なんかヤゴのまま死んじゃったとか、そのトンボか、セミじゃねえよ、トンボに羽化するタイミングで、まあその中からヤゴから、その殻っていうの、サナギっていうのから出てこれずに死んじゃったっていうのがあったんだけど、僕はね、うまくトンボにまでなってくれて、で朝パッてその入れてたコップ見たら、トンボがいねえの、あ、トンボというかヤゴがなんか抜け殻になってて、あれいねえなーと思って、だからなんでと思ったらせ、なんだっけ、カーテンに絡まってて、で当時はね、もう虫すでに怖いな、じゃあヤゴ買うなよって話なんだけど、まあさすがにそのトンボに関してはね、すごい愛着があって、
で、ちゃんとね、外に出ていけるように羽をしっかりと掴んで、で、まあ、逃がしてあげたっていうね。まあ今、まあトンボの寿命はね、もうだ、あ、ちょ、待って、どこ行ってんの、なんかすぐあれだな、ワイヤレスで、しかも僕の背中にスイッチを置いてるから、多分それでちょっとセンサーが微妙にずれるんだろうな。そんなことある？でもこの体どんだけあれだで、電波を通さないあれなんだって話。飛んでタヌキ、こっちじゃなくてこっちか、こっちか、そうっていうのもあってね。まあね、寿命がもう20年言い過ぎ、あ、え、20年以上前か。コーヒーを飲んで心を落ち着かせたけどさ、なんだろう、もう小学生が20年前か。5分の1世紀経っちゃったよ。8歳の頃の出来事だもんね、小2っつったら。そうか、なんかもうそんな前になるんだね。すげえショックだな、年を感じるよね。よし、じゃあ戻りましょうか。だってこの間なんだ、会社のね、バーベキューかなんかがあった時に、ね、ちょっと上の方のね、あのお子さんが中1ってなってね、13歳でしょ、もう18歳も違うんだぜ。中1でさ、2010年生まれとかだから、恐ろしい時代になったよ本当に。もうこれが年を取ることかってね、31歳が言ってますよ本当に。ということで、こいつに会いに来ました。会いたかったよー。私は地、魔法の本で魔法のコートを教えてやろう。ちーと何を言う、わしの魔法をバラすでない。あんたは私をなくした、見つけたのはクマと鳥だ、だから魔法は彼らのもの。さんよ、この魔法は彼らのものよ、さん教えてちょうだい。ここでは私チーとは一つの魔法しか教えることができない。ともかく、お宝ザクザクピーチの砂の城のパネルにブルーエッグスと打ち込んでくれ。はい、ジートさん、ありがとう。他にもまだ魔法の方は砦の中に隠されて、探した方が良いぞ。オッケー、じゃあこれを打ち込んでいきましょう。で、ね、記憶が本当に正しければの話だけど、ようやくね、あれですよ、ようやく、あ、ごめん、日本語の使い方間違ってるようやくじゃなくて、次のフローズンズン山こそ、そのさらにその次のステージに行かないと得できない技を使うと、まあ、クリアできないっていうのが一つあるんで、フローズンズン山はおそらくビジグソも9つ取ったら一旦終了になるのかなっていうふうに思っている次第でございます。はい、あんま自信ないけど、なんか適当言ってるかもしれない、もしかしたらね。ほら、福井くんのまでもさ、ほらミスターバイルとの2回戦目で俺またジグソーが2つ目取れると思ってたら、それでられるもんね。すごい魔法を覚えたぞ、後でお前にかけてやる。その犠牲になったのはボトルズだよね、多分ね。2で速攻死ぬからね。ネタバレー。まだ、まあ、バンジョーとカズイの大冒険2はまだなんだっけ、任天堂スイッチのこれで出るっていうのは分かってないからね。あ、でも2はさすがにね、あれね、むずすぎるから、できる気せんのにクリア。だって、ジグソー全部取るのに何年かかったって話だったんだ。だ、これで一回ね、ブルーエックスって打ち込んでおけば、確か、ぐーに危ない、超えていった。カニ、ヒュー。チュッチュルチュルチュッチュルチュルチュッチュルチュッ。まあね、ネタバレするともう多分チートに合わないでも普通に赤い羽と金の羽を増やす手段もあるんだけど、まあここはね、やっぱりね、そんな裏技を使わずにね、一個一個、あ、あ、うん、一個一個ちゃんとね、やっぱね、正規の手段でやっていかないと。オッケー、バケツのリーピーピーピー、チャラチャラチャチャラチャチャ、ありがとうリーピー、エスカードウィーン、どういう意味なんだろうな。よし、
またこいつ倒さなきゃいけないのかな。生かしたまんまやってみる。あえて自分で難易度上げていくスタイルみたいな。で、ブーブーブー、あたた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 た、これさ、2回連続いいのかな。あ、いいんだね。オッケーオッケー。で、うっすん、エックスンシングスン、ハワイに行ったら食べたくなるよね。オッケー、テレテレテレー、卵を200個にしてやろう。これからはずっと200個のなんだよ、200個のなんなんてよー。テテレ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 、怖えんだって、本当に本当に怖えんだって、おめえさんはよ。ね、まあ、チャンネル登録がまあ10月くらいか、去年の。あー、やっちまった。宅地地点にいるとはお主やりよる。自爆しただけだけど、うん、1000人いったおかげでね、まあ、無事収益化することができているっていう状況ではあるんですけれども、まあ、そうは言ってもね、まあね、スズメの涙っていうところがあるので、皆さんぜひガンガンね、他の方にも広めていただいて、ぜひチャンネル登録ボタンを進めていただけたらなーなんて、すごく嬉しい涙あられっていうところであるんですけど、まあ、それはいいとして、まあ、その収益を使ってね、まあ、徐々にお金も入ってくるんではなかろうかっていうところであるんで、まあ、頑張ってね、お金を稼がせていただいて、では皆さんにもちょっとでもね、いい収録環境を整えて、やっていこうかなと思ってて、でその上でね、ちょっとね、マイクがやっぱりね、なんか叫んだりすると、あ、こっちじゃなかったわん、うん、ちょっとね、音割れとかやっぱりこういったバランスみたいなところもあったりとかするから、まあ、そういうことを考えると、まあ、もう少しね、うん、なんとかしなきゃいけないかなと思ってるんだけど、353、今400あるからいけるはず。テッテテ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 、徹底して寄り道してから行こう。あ、ちょっと待って、は？君たちは幻を見たんだ。今ね、コントローラースティックからね、指を離してたのにね、何のためらいもなく勝手に爆走してった。びっくりした今。普通に、よいしょ、Z。なんかこうさ、初めてやった時の感覚になるんだけどさ、やっぱ新しいステージが開く時っていうのがなんか一番こうテンションが上がるというか、そんな感じするよね。ちょっとこっちはこっち、まだ行っても仕方がないもんね。うん、まあ、かぼちゃにならないとさ、あー、ネタバレだ。まあでもネタバレ、今更ネタ知らねえよっていう人はこれ見るわけないよな、64のゲームなんていうのさ。で、こういうのはもう20代後半から40代前半くらいまでの人が、もうあの時の気持ちになってエモくなるためにご覧いただいている作品になりますからね。はい、ぴょん。まだでした。残念。あと50枚足りない。結構シビアだよね。だからここまで5つのステージをクリアしたっていうことを考えると、あれだよ。ちょ、当たってね。あ、間違えた。むずい。そう。だから、なんだっけ、450ってことは、5つのステージで、90個以上集めなきゃいけないから、9割ってことでしょ。まあまあシビアだよね、そう考えるとね。こいつだけだったっけ、裏なんかなかった。もう記憶の定かでないので、あ、あったな。あ、じゃあ今減った分回復。よっ。で、こいつ、お願いします。タランチュラの朝ごはんは6グモのパンケーキよ。タランチュラ食べるところもあるからね。そして普段のディナーは無印のパン。うわ、それはちょっと気持ち悪いな。食後のデザートはネズミシャーベットなのよ。むちゃるん。ネズミってまあでも普通に食えなくはない。あ、ちょっと待って、普通に食らうんかい。やばい、ゴリラ。なんだ、あ、ただ食べすぎてスコーン
しれまった。痩せろよ。ホットドッグ食べた分のカロリーを消費するのか、あるいはあれですよ、次の食事をちょっとカロリー落とすかだよ。だからね、糖質フリスと一緒に食べちゃダメなんですよ。極力そこら辺はね、うん、おー、でもまた一つ新しいアクションが君たちを待っています。さあ探してください。ねこの中に入っていくとね、悲壮感漂う子供たちの音楽が流れてるから、まだ入りたくないですよ。どいつこの野郎、何でも言えば、お腹が痛い。あんなキラキラしたものを食べるんじゃなかった。誰かこの哀れな私ボギーを助けてくれ。まあね、ゴルフでね、うん、血があると勝ってんだよな。ブル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 か、チューオッケー。でこのステージはね、いかに過ごしやすくなるかっていうのは、まあ、まずはね、うん、おー、なんか飛んできてる。まずは新しい技を覚えて、相手をぶちのめすっていうところからスタートさせていくのがよかろうではないのだろうか、ということで、スタート。空を飛んでいる時のパワフルな攻撃を勉強しましょう。くちばしミサイルです。うむふむ、メガネ君、それ空を飛んでいる時に B ボタンを押すと、カズーイがくちばしを突き出しミサイルのようにアタックできます。1回ごとに赤い羽が1枚必要ですから、狙いは慎重にね。エネルギーが減っていますね。回復してあげます。このステージで覚える新しいアクションはこれでおしまいです。頭ポリ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 書くんだよな、いつかな。怖いよね。ということで、先にやっちゃいましょう。ういっへー。さあどうしようかな。あ、まず危ねえ。手でもな、ただねこれね結構慎重にやらない。おういっ、ういっ、一撃必殺。うまっ、うまからや。担々麺カッチュー、ノットオケー。うまっ、うまっ、ハニカムで、あった、痛い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 。よし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 、こんなうまくいくと思ってなかった。慎重に狙い定めて、うますぎへん、やば。こんなうまくいくことなんかめったにないのに、なんか大抵なんかどっか体に当たってやり直しみたいなことが、やばい、うますぎる、惚れる。やった、キャッチュー、きた。え、だよねだよね。おお、じゃあこのまま上に上がっていきましょう。どうせまた手に入るからね。あ、先にボタンやっちゃえばよかったな。まあいいや。はい、到着。うー、あ、バンピョン、くるっと振り向いて、まあ上から降りてきましょう。どうせやらなきゃいけないこともあるしね。ということで、うー、よっしょー、わっちょー、オッケー、あ、ちゃ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 、オッケー。で、そう、怪我のせいでね、雪の上だとバンジョーは滑っちゃいますから、プルンプルン。16時間も、あー、でもなんだかんだで18分半か、結構な時間になってきてるね。どこまでやっかな。1個目、チャッチクチャッ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 、おめでとうさん。さあもうすでに50個近くのね、ジグソーを食べている数。いってこれクラウンかい。カズイは全然お腹を下さないっていうことはさ、そうだよ、よく考えたらさ、最強じゃね。ねえ、たった1個でお腹下して動けなくなっているっていう状態のさ、ボギーちゃんとさ、な、もうな、ねえ、最終的に100個もお腹の中に入れるさ、カズイってさ、あ、間違えた。カズイさ、最強じゃね。お腹に何個仕込むのよって話で。あ、ちょ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 、2個目、パンダ。ヒップドラーという名のクチバシバーシチュー。ふふ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 ふ。それは私のソリなんだ。大きいレースがあるんで練習に行ってくる。
あの参加者が私しかいない寂しいレースね。どんなってこどこまで飛ばしてんだ。いいか覚えておけよ。これはヤツの胃の中から出てきたやつだからな。もう一度言うぞ、ヤツの胃の中から出てきたやつだからな。綺麗という保証ねえぞ。ねえ、まあ黄金が多分カバーしてくれたんだと思うけど、でも胃液とかでもうデロッデロになってると思うね。そんな汚い話は、いいとして、よし、じゃあもう一個だけあのジグソを取ったら、まあ、キリがいいということで一旦、区切りましょうか。あれここにさなかったないの、はい、いかんぼうかん、あったここか。ほい、はあ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 、中に入ったらあれなんか普通に誰かに絡まれたりする、なんかほらピラニア、沼に入った時のピラニアみたいなのさ、そんなのなかったないか。ほい、あーった、決めた、死にていたいやろ、泳ぐのをやめたいた方がいいぞ、バンジョー。あ、どうも、名前をご存知いただいてありがとうございます。ちょっとめんどくさいから後にしよう。うん、このジグソーを抑えるの取るのにあの意外と結構めんどくさいパターンなんだ。ということで、シュワどっち向いてんの、ちょっとこれです。 おへそ、あったー、たくさー。あのさ、さっきのやつはさっきのやつすぐに行けたのに、なんでこれミスんのよって話だよね。ちょっとあの的がでかいからっつって油断したわ。やっほいほいほい、やっほいほい、もう一丁、やっほい、オッケー、タタタタタタン、チャパ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 チャ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 、はい、2匹目と、よし、じゃあ、区切りがいいところまで、これって登ってきた、あー、そういうことか、ここ降りて、ここ、おー、ちょっと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 、思ったけど、2つで済んだ。最後の最後でなんかつやがましい感じになっちゃったけど、はい、じゃあまあ無事ね4つ取ることができたので、残り5個ですね、はい、一旦、次回パートに回していきたいというふうに思います。ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。チャオ。